西越自動車。西越自動車株式会社、西比自動車は、長崎県佐世保市に本社を置き、長崎県北部及び佐賀県北西部を中心に営業路線を持つ路線バス事業者である。通称は西越バス。西越という名称は、同社がバス事業を当初から展開する長崎県北部、一帯が旧費全国の西部にあたることに由来している。 長崎県の東そのぎ郡川河町以北一帯、及び佐賀県伊万里市、西松浦郡有田町などを複数の路線で運行し、市中心部と郊外及び周辺市町村を結ぶ路線が中心である。また、五島列島の内上五島と呼ばれるエリア、東側の中通島、若松島にも路線網を有しており、これらの路線でも、長崎スマートカード、 および3区パスが使用できる。高速バスのみ運行している市町村は除く。2014年10月1日のダイヤ改正で全域に、渡って、土休日運行の限界が行われている。なお、括弧内は、この停留所を経由しない便があること、社時は、この停留所を終着とする便があることを意味する。西小井自動車が運行を担当する、コミュニティバス。 2014年10月より、佐世保市内からの路線については新たに行き先、経由番号を表示するようになった。方面をアルファベット、行き先を番号で表示し、さらにハイフンの後に経由番号を表示する形となっている。例えば、日野峠経由、藍浦三橋業の行き先表示番号は、M1 から1。西小江バスの行き先、経由番号については、 外部リンクを参照にされたい。1990年以降に廃止された、主な路線、区間。長距離路線、及び廃止代替バス等が運行されている路線、区間。佐世保駅前を中心となるターミナルについて記述する。ただし、普通バス停、佐世保駅前として表記され、ターミナルとして扱われることがほとんどないため、ここでは、形式的に乗り場の一覧を示すだけである。 詳細は、佐世保バスセンターを参照。国道35号、北行きに沿う。国道35号、南行きに沿う。番は、国道東側ロータリーに、北から順に並んでいる。番は、国道東側ロータリーに、南から順に並んでいる。下記の俵が、裏行きは、一部、白浜行きに変更。2015年4月18日運行開始。 佐世保市内の観光名所を回るバスで、佐世保市交通局が運行していた定期観光バスの代替として新設された。佐世保観光コンベンション協会が運行主体となり、西越自動車が運行する。ガイドが乗務し観光案内を行う。佐世保駅、港口で乗降するのが基本であるが、九十九島パールシーリゾートでも降車が可能であるほか、 始発便はハウステンボスでも乗車が可能で、最終便はハウステンボスでも降車が可能。木曜日は運休。日のセレガを改造した専用車が使用される。2015年10月1日より運行内容を変更し、便数を5本から4本にし、コースは所要時間約60分、ハウステンボスで乗車、または降車する場合は90分の単一コースから、 所要時間の異なる A コース B コース C コースプレミアムコースの4種類となった。午前に A コースを2便運行し、午後の3便目は第2、第4土曜日がプレミアムコースでそれ以外の日は B コース、4便目は C コースが運行される。2012年、平成24年2月までは、日野、三菱、日産ディーゼル、当時、現、 トラックスの3メーカーを使用していたが、同年3月から、イスズの導入が始まり、まず、中型ノンステップの新車、エルガミオが、東部営業所に配置されたのを皮切りに、2014年、平成26年には、イスズの大型ワンステップ車、エルガ1台が、新神ごとを営業所に、2015年、平成27年は、大型のエルガノンステップ4台も、 東部営業所にそれぞれ配置され、2016年、平成28年以降は、九州本土の営業所でエルガノンステップの導入が本格化している。2015年、平成27年12月現在で、車両の平均車齢は17.8年となっており、北部九州地区の民営バス事業者と比較しても6年、高くなっている。 空港特急バス。西越バスは営業所を管轄する陸運事務所が佐世保、長崎、佐賀の3カ所に分かれており、各陸運事務所エリア間での転属とそれに伴うナンバープレートの付け替えがしばしば行われていることも、あてナンバープレートとは別に車両固有の車番を付して管理している。小型貸切車の中古車には、計0 3 0体の番号が記され始めた。また、 整備、運行を受託する新上後東町スクールバスの車両にも車番が付けられている。一般旅行業、タクシー、ソフト受託開発などを事業内容とする関連企業がある。松浦鉄道20.17%を出資する有力株主。この関係から松浦鉄道の最寄り駅が無人駅で周辺に高校がある。王の待合所。 最寄り駅左西駅、M 階バスセンター、最寄り駅 M 階鹿町駅では、松浦鉄道定期券、回数券も発売している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。